岸田首相総裁選不出馬を表明というんで党トップの責任を問うという記事を紹介、何一つ先生は行われなかった3年間と、何かこう国民が喜ぶようなことを一つでもしたのかというと、うんうん、まあ、はっきり言って何もやってないで、中には最後まで米国民主党の飼い犬らしい行動、うん、軽蔑しがない、早く政界から消えよというふうに書いたんですね。もうこれも厳しいですね。なんで日米メディアは異常なトランプ下げ、カマラ上げするのかっていうのを、はい、ぜひ平井さんに聞いてくれっていう、またむちゃぶりピーなんでぜひお願いします。平井さんの解説を。いや私はあれですけど、皆さんこんにちは、陽一の部屋でございます。今日はですね、平井浩二さん、経済安全保障アナリストをお招きしまして、いろんなお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします、はい、平井さんは今暑いですけれど、はい、ご出身はどちらで？神奈川県川崎市になります。神奈川、シティボーイじゃないですか。いいずっと神奈川。そう、生まれ神奈川で、で社会人になってから、うん、都内に引っ越しましてですね。あ、じゃあ今都内に、はい、神奈川、川崎だったら通うでしょ、ご実家から。もう通いましたけど、まあ社会人に大学まで出してもらいましたんで、うん、もうそこからあとは一人で。あれ、大学は どちらの？まあ大したことない。先生のように、川崎っていうと、まあ私も親戚いるんですけどね、ちょっとね、大空襲がすごかったところね。そうですね。あ、実はそうね、先生ね、私は川崎市の生まれなんですけど、うん、両親は大分市なんですよ。大分。そうなんです。じゃあ大空襲関係ないの？そうなんです、ね。ちょうどうちの親父がですね、高校を出た後に東京にある大学に入って、でそこで卒業してついちゃったんで。なるほどね。川崎はおせんべいが有名な、おせんべいありますよね。そうですね。親戚に行くたびにおせんべいを買うんですけどね。なるほど。川崎は、ね、川崎時々行くんですね。で、今日はやっぱり総裁選の話、まあ、岸田の不出馬とポスト岸田ってんで、平井さんが8月14日にポストしておりますね。岸田首相総裁選不出馬を表明というんで、党トップの責任を問うという記事を紹介し、何一つ先生は行われなかった3年間と、もうちょっと解説していただけますか、これ。まあ、岸田さんのですね、やった、うん、まあ、正確にはちょっと3年足らずですけれども、この期間って結局、国民の多くはですね、うん、まあ、負担率の増加で非常に可処分所得は減っていて、うん、生活苦しかったと思うんです、うん。そしてその中でですね、何かこう国民が喜ぶようなことを一つでもしたのかというと、うんうん、まあ、はっきり言って何もやってない。で、中には防衛三文書をやったとかね、うん、どうせ防衛費を上げたとか言う人もいますけど、うんうんうん、いや、これは安倍さんが引いたレールじゃないんですかと。うんうん、いうふうにすごく思っててですね、私はようやくこの次が誰になるかは分かりませんけど、うん、ようやく暗いトンネルを一つ日本は抜けたのかなというふうに感じてるような感じです、ね。厳しいですね、岸田さん。いえ、厳しいあれだけど。なるほど。そういうふうなのがあれですか。はい、次は8月15日のポスト。8月15日のポストをちょっと平井さんのポスト出してください。ちょっと平井さん自分でお呼びいただいた方がいいか。アメリカ政府関係者の取材に対し、うん、岸田総理側近から8月9日金曜日の段階で、来月にも予定される自民党総裁選への不出馬の可能性について聞いていたと明らかにしたと。うん、自国民への発表は8月14日。最後まで米国民主党の飼い犬らしい行動、うん、軽蔑しがない、早く政界から消えよというふうに書いたんですね。もうこれも厳しいですね。これも厳しい。やっぱり8月9日に決めてたじゃないかと、うん、というのが、まあ、アメリカからバレちゃったんですよね。うん、で、まあ、あたかも8月14日の発表の時は、なんかその日か前の日に決めたような口ぶりでしたけれども、うんうんうん、いや、実はもう前から決めてたじゃないかというのありますね、私は。自国民、日本国民に対するプライオリティって、米国民主党政権より低いのね、うん、という、うん、そういう思いがありました。厳しいですね、やっぱりね、さすがに。いえ。いつ、じゃあ決めたのかっていうと、この、あれですと、8月の9日、もう決めてたということでありますか。
何かアメリカ政府の関係者は8月9日に聞いてたよって喋っちゃったな。喋っちゃう方も喋っちゃう方だけど、まあ、そのくらい家族やってるんですか。そういうふうに、それを TBS ですか、JNN のが取材したら、うん、いや、私たちは8月9日に聞いてましたと言っちゃったんでですね。うん、なるほど。そうですか。そこがバレちゃったわけですね。バレちゃったんですね。バレちゃったっていうのはあれですか、ミソですか。そうですね。なるほどね。あれじゃないですか、そうすると、8月の9日にはどうして決めちゃったんですかね。ねえ、やっぱりさあ、どうして岸田さんがね、9日目に今回っていうか次回のね総裁選に出ないと決めたのかっていうね、これは本当謎ですよね。何か本人いろいろおっしゃってるんでしょうけれど、14日の日にあまり額面通り取っていいのかなと思う。今日は朝のラジオの番組で森拓と一緒だったんですけどね、それは財務省が指示したっていうんだけど、どうしてその日に指示するんだっていうことだと思うんだけど、次の私のポストはその一つの謎解きなんですけどね。はい、ね、8月8日に、ほら、日向灘の宮崎の地震があったじゃないですか。はい、8月8日だったの、確か、うん、午後に。はい、それで、あれですよね、こういう時に地震見舞われたり、あと地震の対応がうまくできないっていうのは、うん、ちょっとすごく政権運営としては情けないんでね。ええ、はっきり言ってその時岸田さんの話とか政府の対応でミスってるのは私分かったんですけどね。なるほど。どうしてミスったかっていうと、あれは注意情報なんですよね。で、注意情報っていうのはどういうのかっていうと、国民に対して行動とか日常生活は変えないでくれと言いつつ予定も変えないでくれと。それで震災の備えの再チェックをしてくれて、それだけの今年なんですよ。なるほど。もうそれはもうそういうレベルの話では決まってるんですよね。で、それなのに自分で中央アジア行くのドタキャンしちゃったんですよ。ああ、いや、なるほど。ドタキャンしちゃったから、もうぐちゃぐちゃなんですよね。で、多分アメリカの方も中央アジアどうして行かないのって聞いてきたと思うんですよ。その時にひょっとしたらって言ったんじゃないかなって気がするんですよね。中央アジアすっげえドタキャンなんですよ、あれ。確かね、出発のね、ほんと直前なんですよ。相手方もびっくりしたでしょ。びっくりですよ、それ。普通、それですっげえ本当に自信があるのかと思っちゃいくでしょ。あれもう行動としては間違いなんですけどね。その時にやっぱり軌道転してたのか、あれですよね。そういう風に行った時にちゃんとした対応ができなかったっていうんで、もうぐちゃぐちゃで、もう政権の手を成してなかったんで、それでも諦めたのかなって気がしてはしましたけどね。というのが私の地震で、それで地震って結構ね、政権潰すんですよね。江戸幕府が潰れたのはよくペリーの黒船って言われるんだけど、あの時に直前に南海トラフが起こってて、その後首都直下が起こってるんですよ。それでもうぐちゃぐちゃになってて、もう収拾できないんですよね。その時に黒船があったから、もうこれはやってられないっていう感じなんですけどね。私は結構地震とかそういう自然災害っていうのは頭角になると思ってるんで、でも対応ミスったらどうしようもないですよね。で、もともとこの人地震に対してあんまり強くないですね。ノートハントの時も補正予算出さなかったりして、ね、あ、そうですね、あんなの政治家ではありえないんですけどね。こいつはなんだけど、地震っていうのはもう政治家の出番なんですよ。だから補正予算作るした時に反対する政党いないんですよ。こんなに、ね、こんなに楽なね、ことないんですよ。喜ばないんだけど、みんなそういうの年次意識してて、だから補正予算すぐ作る。安倍さんなんかね、もうすぐね、もう地震があると、もうすぐ補正だなって、そういう感じだったぐらいなんだけど、それはだって出番だしね、野党で絶対反対しませんからね、もう一心にスポットライト浴びるんですよね。なるほど。うん、それができなかったっていうのは私はちょっと分かんなかったんだけど、やっぱあんまり上手くないんですよ、こういう危機対応がね、うん、はい、と私は思ってます。ということで、ムチャピーからの、リクエストっていうのは、なぜ日本ってあれですかね、日本のメディアっていうのは、小石川ばっかり取り上げるんですかっていうのは、平井さんどう思いますか。日本のメディア自体がですね、左傾化してると思いますので、うん、まあどちらかというと、この今左翼って言わないでリベラルっていうらしいんですけど、うん、リベラルな政治家を持ち上げて、うん、もうそういった人たちが左翼メディアが歓迎するような政治をしそうな人たちを、うん、まあ、当選しやすいというかね、うん、そういうウェルカムなムードを作ろうとしてるように見えるんですけど。うん、あ、はい、じゃあ自民党の中で左系の方の人を取り上げる。やっぱりこの小石川って書いてますけども、うん、この3人は僕は左側だなと思ってます。うん、だから逆に高市さんとかね、保守系の人は無視されるわけですよね。うん、左系メディアは左だから。はい。ということでありますか。はい。なんででもあれですかね、いつもこの石破さんが、
いつも人気あるんですかこれ。わかる。なんか、なんかマスコミの調査だと、石破さんいつも一番ですね。そうですよね。私のとこアンケートは、まあ、電話かかってこないんで、なんともあれですけど、私にもしも電話かかってきたら絶対に石破さんにしませんね。石破さん、大体いつも一番ですね。ね。全体の調査だけかと思ったら、自民党の調査でも一番ですね。不思議ですね、これ。不思議ですね。で、今まで5回も出てますよね。そんな人気あるんだったら、もう当選してると思うんだけど。そうですね。総裁になってるはずだと思うんだけど。やはり、なんでしょうね。ないですね。何なんですか、これは。でも本当に。不思議だな。七不思議ですね。私は直感的には人気がある人は、これあれかな、この間だって石破さんがやっぱり一番で、はい、なんか最近の調査ですと、高市さんが結構一番になってるのも時々出てくるんですよね。ええ、自民党の候補の中ではね。うん、ええ、こんなのだから、全体調べれば石破さんだけど、高市さんが自民党では一番になってるっていうのは結構出てきてるから、ええ、結構こういう調査も出てきてるんだけど、これはメディア報道しませんね。そうですね、うん。やはり高市さんっていう人にがいて、こういう主張してるんだって、で知られたくないのかもしれませんね、うん、私はちょっとアンフェアだと思ってます、はい、なるほど。むちゃピーこれでよろしいですか。むちゃピーむちゃピーいらねえのか。むちゃぶりピーがいろんな要求してくるからさ。次はなんか、はい、平井さんが私に聞きたい話題っていうんで、上田利上げと株価暴落っていうのがあって、はい、これは現代ビジネスの記事っていうのがあって、それを紹介しただけなんですけどね、はい、これは上田ショックは上田ショックですけどね、上げたらいけないに上げたって、それはこういうふうな解説するときにテレビの中でもなんか実体経済がどうのこうのって説明をして、利上げが必要かどうかって議論するじゃないですか、ええ、で実体経済ってでも何を喋ってるのか私には分かんない。これは日本のマスコミはちょっとレベルが低いんだけど、インフレ目標っていうのはそんな実体経済なんてふわっとしたもんでやってんじゃなくて、インフレ率だけで実は判断するってことなんですよ、うん、でインフレ率っていう時に、インフレリスクのインフレ率で の CPI っていうのを取っていった時に、上振れリスクがあるかどうかっていうので、ものすごくメカニカルできるんですよ。でこれはっきり言うと、これ AI でもできるくらいのできますね。 AI というか自動運転ができるくらいな話なんですけどね。上振れリスクが大きい時には利上げ、うん、で下振れリスクが大きい時にはリス上げっていう、うん、非常に分かりやすい、うん、私がプリンストン大学に留学してた時に、バーナンキとか、あとクルーグマンとかラルス・ベンソンとか、それと、あと、アランブライダーっていうのは、かなり前に FRB の副議長をしてた人なんですね。その人なんか話してた時に、クルグマなんかも言ってたけど、こういうのはインフレ目標っていうのは、あれだなと、サムスタットみたいなもんかなと言って、部屋の温度が高かったら冷房入れると。で、部屋の温度が低かったら、まあ、暖房入れるとっていうことかな、なんていうことを言ってたんでね。まあ、そういう代物なんですよね。だから別に部屋の温度っていう時に実は温度計見てたら分かるわけで。そういうふうに分かりやすくやるっていうのが、まあ、金融政策で、分かりやすくやると予測可能ができるから、人々の行動にいい影響を与えるんだっていうのがベースになってるんですけどね。日本ってそういう説明する人いないですね。いませんね。私なんかだから、もう簡単で、今、インフレリスクってないんですよ。で、それで日本銀行の資料が、資料からで、ないって出てくるから、ないんですよ。だから、こういう時には利上げしちゃいけない。ただこんだけなんですよ。ものすごく簡単でしょ。以前なんかどうかな、こういうのってみんなものすごくわけわかんない説明するんだけど、私わかんないな、いつも。FRB の話もね、もう実体経済で、FRB も同じなんですよ、こうやって。上振れリスクがあるかないかだけ判断してるだけなんですよ。ものすごく簡単で。だから、ね、いつか AI でできるから、そのプログラミングが私がやろうかなと。そうすると、ずーっと、AI 高橋が中央銀行の行動をずっと実はなんか規定できるんですけどね。なるほど。こんな簡単な話をなんでみんな、ああでもない、こうでもないっていうの、これ。いや、だから、あれですよね。これ、何でもそうだと思うんですけど、事象を簡単に簡潔に説明できる人っていうのが多分分かっていて、分かってない人ってやたら難しい言葉を。難しい言葉でね、尺持たせなきゃいけないから、長くね、分かんないことずっと喋るんだよ。分かんないこと聞いてたら余計分かんなくなるだと私なんか思うんだけどね。なんか日本のマスコミってそういうの多いね。で、私みたくすると、単純すぎるって。いや、単純だもん。でも、おいで、どっから聞いてきたんだ。バーナンキとかスグマとか、ノーベル賞学者が聞いてたからさ、なんか単純だもん。こんな単純な話をなんで、なんだか、まどろっくしく喋んなきゃいけないし、私なんか喋っておしまいなんですけどね。だから私絶対に出ないんですよ。地上波に。もうみんなが仕上げちゃうから。
困る人がいるわけですよ。そりゃ困るでしょ。こんな単純に喋っちゃう人なの。そんな簡単なんですよ。いや、簡単だよと。なんか持って回ったね。大体私だからね、実体経済っていうふうに言う人はね、もう、これなんですよ。実体経済って言うときね、わけわかんないからね、適当に喋る人はこう、一緒に使う言葉なんですよ。私全部経済仕様だから、経済データで喋れる。経済はかなりそういうのできます。で、次は、また平井さんが私に、はい、私に聞きたいような話ばっかりやるんじゃないか。何これ、8月19日のポストって何ですか、これ。カマラ・ハリスのコナカジオポストを引用して、わかりやすいと。これですね。意味で。あら。たくさんがポストしたんですね。あ、ドナルド・トランプだ。何ですか、これ解説していただけますかね、これ。いや、まあ、まさにこれ、シカゴの集会でしょうけど、うん、聞いてるのはみんな共産党員。共産党員だな。ハリスはアメリカの中でも、はっきり言えば極左ですよ。そうですよね。なんで極って言うんだけど、極左って言わないんだよね。これ極左だよ。そうですよね。バニーサンダースぐらいの極左ですよ。だから、やっぱりね、この日本のマスコミが左がかってるってのは、こういうふうに極左を極左って言わないことですよね。言わないんだよね、そもそもね。ね。バニーサンダースとそっくりだと思うけどな。極左。これは、だから、極左っていう、真っ赤っかだって言いたいわけね。まあ、わかりやすいですよね。あの、カマラ・ハリスと、まあ、顔を隠してるとこはまたミソなんでしょうけどね。あの、向こう向いてるとこはね。ねえ。アメリカの中でも極左っていう認識だと私は思うけれど、うん、結構でもアメリカも左メディアが多いからあんま言わない。結構、ね、まあ、基本的にメディアは左が多いのかな。日本もそうだけど、アメリカも多いですわね。うん、多いですね、うん。日本の放送局が提携してるとこを見ると、ほとんど左がかかってますよね。まあ、ニューヨークタイムズとかね。ええ、まあ、大体そういうとこばっかりだね。これで、あと、私もちょっと、カマラ・ハリスの経済政策っていうのをどっかでコメントしなきゃいけねえと思ってたから、一応聞いてたんですけどね。はい。で、私の18日のポストって出してくれますかね。これね、はい、ハリスが、まあ初めて、今まではカマリスって笑ってばっかりいて、実は何も喋ってないんですよね。何も喋んないから、実はご祝儀でずっと、なんていうかな、支持率も高くなってるし、それで当選確率、上が当選確率なんですけどね。はい、もうあの、バイデンとトランプの場合は、トランプが60、大体コンスタントに超えてましたね。はい、で、もうバイデンは40ぐらいだったんですけどね。それがカマラ・ハリスになってギューッとハリスが優勢になって、これ当選確率なんてね、要するになんか世論調査じゃないんですよ。もうはっきり言って私ね、世論調査とかあんまり見ないから、見てもしょうがないんでね。世論調査なんて誰が調査してるかってちょっと違うんでね。それでどちらかというと、賭け市場。ああ、なるほど。賭け市場で、あれですよ、どっちが勝つかというのをみんな かけてるからね。こっちの方が水に切ってるんで。そこを見てるんですけどね。そうすると64っていうのはかなりもうトランプが勝つっていうのが、だったんだけど、特にあの、暗殺の時にはものすごく高くなったんだけど、その後、バイデンがうまいタイミングで、いや、退くって言って、ハリスが出て、上がってきて、これでご祝儀がついてるんで、もう一時抜いたんですね。かなり、55ぐらいまで行ったのかな、ハリスが。それで、トランプがもうひっくり返されたんですよね、今。でも、ここ、赤い線が、いや、だからずっとトランプの勝率が下がってきてたんですよ。これ2日前、はい、16日の14日、12日と、結構調子悪くてこうやってトランプ下がってきてたんですよね。そしたらここで、カマラ・ハリスが経済政策発表してくれた。はい、そしたら、トランプ急に上がっちゃった。だから私もまずこれね、記事も泣かずば打たれ前でね、下手なこと喋るとこうなるんだよと、今まで通り笑ってればよかったのになと思って、こういうの書いたわけね。で、今ね、ほとんど拮抗してますね。ちょっとわかんなくなっちゃったですね、これね。拮抗しててどうなっちゃうのかしらって感じですね、今のところ。私はこの賭け市場大好きなんでね、みんな水に切ってやってるから、テレビのコメンテーターみたくいい加減なこと言わないから。なるほど。ああ、またちょっとハリスがあれだな、51対トランプが48だね。ちょっとまたそう。でもだいぶ縮まりましたな。ね、だからちょっと喋ると、カマラ・ハリスは喋ると、ご祝儀が落っこちるって、そういうふうに思って、こういうの書いてるんですけどね。これじゃあ、候補者討論なんていうのをやったら。やったら分かんないね。9月の頭にね、またね。喋れば喋るほど危ないかもしれない。ハリスの。経済政策ももう超左だから、うん、なかなかアメリカ人の平均的な人にはちょっと左っぽくて、うん、ちょっと嫌な感じがすると私は思うんだけどね。なるほど。もともとトランプ
プ、今インフレになっちゃってるのは、はい、実はバイデン政権でちょっと支出をやりすぎちゃったってだけなんですけどね。うん、それで、なんかトランプの方の言い分は簡単ですよ。そんなあれだったら、なんか直すやり方あるんだったら、なんで今までやってないのって言っておしまいなんですよね。それが尽きると、多分今やってる政策は、インフレ余計加速するよって多分言うんですよ。うん、なるほど。だから最初はね、一番形式的に簡単なね、なんかいろんな手があるって、ファミリー、ハリスが言うから、なんでやんないんだってずっと言うんだ。なるほど、ね。そのうちに、多分、そんなことしたら本当にインフレになっちゃうよって多分言うと思います。そのくらいちょっとそういう脇の甘い経済政策なんだよね。だって1億人以上に大減税するって言ったら、そんなのインフレになるに決まってますよ。そんなのわかんねえのかなと思っちゃって、インフレ対策っていうのに大減税するって言ったら、そんなインフレになりますよ。これは正直言うと私もよくわけわかんなくて、私多分民主党の中の人も今ね、民主党を応援してる経済学者もこれ黙ってるんだよね。言えないもんね、普通に考えたら。インフレ抑制で大減税って普通ないんですよ。ですね。やっぱそこで経済音痴ぶりが発揮されてちゃう。1億人だからね、ほとんどの人が減税しますって。それは、こういう風なインフレの時にある話じゃねえだろうと、普通は思いますよね。その時に話っていうのは、あれですよね。供給を伸ばすため、はい、需要を伸ばしちゃうとまたインフレになっちゃうんで、供給を伸ばすっていうので、規制緩和が中心になるんですよ。なるほど。それはトランプのが結構正しくて、エネルギーを、石油を掘りまくるとかね、多分そっちの方が定性的には正しいんですよね。うん、で規制緩和とかね、そっちの方でね。民主党の左寄りのハリスにはそれは出てこないと思う。バカだな。自分がやっといて、さらにもうそれを加速するようなのをやるっつって。正直言うと、経済政策ではもうね、これはちょっと勝負になんないなって気がしてますけどね。そうすると今度本当に候補者討論会は楽しみですね、その後。私の今論法ですよ。なんかずっと言うでしょ、なんか言わせてくるでしょ、こんな対策だって。なんであんたやんないのよと。なんでやるよ、今までやるよって。で、本当にやりますって言ったら、本当にそれやったら、大変なもっとインフレになるぞっていうね。そういうのが、私もすぐ気がつくから、多分トランプのスタッフの人も、そういうふうに責められると思ってます、と思いますよ。あ、合うんですよね。なんで今やんないんだよ、なんで今やんないんだよ、すぐやりますと。やったら大変だぞって、ね、ということになる。そのくらいひどいよね、これ。いや、でも、そうですよ。1億人に減税ってのは大減税ですよ。それは、なんかね、リーマンショックとかね、コロナ危機みたいな時はやってもいいんだけど、これ今やったらインフレがものすごくなるわな。そうだな、本当に。アメリカの貧困層なんか余計苦しくなりますからね、そんなことしたらね。あれ、だって、そもそも、インフレ出しすぎて、インフレになっちゃって、それでまあ、落ち着かせたわけよ、なんとか。それでまた火つけんのか。ちょっと、だからここでね、もうみんな唖然としてるんですよ。これはちょっとすげえなーっていう感じですよ。もうなかなか日本のメディアではそういう論評が出てこないですね。少なくとも、平井さんだったら私のこのロジックって簡単だから、簡単にわかるでしょ？わかりますね。ものすごい単純でしょ？いや、クリアです。さあ、これだからアメリカも出してですよ。うわ、ちょっと、すげえの言っちゃったなって感じ。もう言っちゃったのはしょうがないけどな。逆のこと、真逆のこと言ったんですよ。ね、減税するなんてね。言っちゃいけないことをね。トランプは絶対煽るな。煽ってね。落とすと、煽りながらね。落とすと思うね。まあ、それはトランプの方が楽ですよね。規制緩和してね。あれですよね。いろいろと供給を増やしてね。もうエネルギー価格を下げるんだとかね。規制緩和して、増産すれば下がりますからね。そうですね。もう間違いなくエネルギー価格下がるから、エネルギー価格が下がったら全体の価格も下がるから、でトランプの方が正しいですよね。正しいですね。しかも石油産業活性化しますからね。今こういじめられてますもんね。だから今あれでしょ、太陽光かなんかで頑張っているかは、とにかく石油で増産してエネルギー価格を下げればいいという、ものすごい分かりやすいね。分かりやすい。温暖化の話話しあれって言っちゃう。温暖化は俺は知らねえと。まあ、それは民主党は温暖化があるからできないって言っちゃうんだけど、ここはトランプが気楽ですよ。温暖化なんてあんなの嘘だよって言うとか、あと温暖化いろいろ言ったと中国の問題だと、じゃあアメリカじゃねえよとか言うと思うんだ、おそらくね。そうですよね。多分そういう言い方だと思うんだろうね。温暖化は中国にやると。アメリカはちょっと違う。アメリカは石油掘ってたっても、そこあんまり出ないんだとかね、そういう言い方もできるんですけどね。中国が一番石炭でガンガンやってるから、あそこはひどいんだと。多分そういう言い方だと思うけどね。なるほど。本当に。で、次は平井さんのポスト。8月6日。これは、どういうあれですか？あ、これですね。
また状況今変わってるんですけども、ポストした当初がアメリカへの景気後退の懸念が広がる中、5日のニューヨーク株式市場では運用リスクを避ける目的の売りが優勢となり、ダウ平均株価の下げ幅は一時1200ドルを超えましたって。これ6日ね。あ、6日です。だからかなり古いポストが出てきました、ね、すいません。え、今は今上がってんじゃなかったでしたっけ。ちょっとお待ちください。見てますですね。4万ドルですね。あ、なるほど。じゃあそんなに上がってるわけじゃなくて、横ばいくらいぐらいですかね。ちょうどこれポストしたのが日本が異常に戻した時なんですね。まあ異常に下がりすぎて戻りがありましたでしょう、うん、アメリカはどうなってるかっていうんで、いやアメリカは下がってるよっていうんでちょっとポストしただけだ。3万9000ドルの時ですね、はい、今4万ちょっと、うん、ちょっと古いですねこのポストは、まあ、でもアメリカはリセッションには入ると思いますけどね、うん、まあこんだけずっと続いてる、どっかちょこっとね、あれですよね、今リセッションに入って、激しいリセッションじゃないですけどね、ちょっと入って、であれですよね、はい、政権党は不利ですね、うん、11月ぐらいまでに、まあ、そんなに上がらないと思うね。結構景気がね、まあ、あんまりも芳しくない状況が続くと思うんで、うん、なるほど。だから11月ぐらいまで民主党の方が経済環境はちょっと不利ですね、うん、政権党だからなんか悪くなると全部来ちゃうんですよね。そうですね。それで、うん、トランプは簡単ですよね。いや悪いじゃない、何もして悪いじゃないかって言えば、そうですね。民主党の政権運営が、経済運営がまずいからって、ね。そうそうそう。まずいからって、ずっと言えるんですよね。ね、民主党の方はなんか、死のこと言ったら、やればいいだろうって言えばだろうって、結構簡単なロジックになっちゃってね。ね、今、ちょっとだから、民主党の方はちょっと。不利ですね。うん、不利ですね。おそらくね。その景気だけ考えればね。で、有権者には一番実感がありますもんね。景気悪いじゃないかってトランプさんが言って、うん、本当に悪かったらトランプさんの言う通りだってなりますもんね。そうね。ちょっとだからすごい大きなリセッションじゃないでしょうけどね、はい、ちょっと不利かもしれないですね。ね、これはね、そうすると、あの話はそうなんだけど、平井さんはよくアメリカに行くんですか？いや、私は全然行ってないですね。ここもうコロナの前から行ってないです、あんまり。お仕事の関係で行くことあるんですか？最近はないです。ヨーロッパの方が多かったです。ロンドンとかの方が多いですね。今、ヨーロッパって行くの大変じゃないですか？あ、ですんで、実はコロナになってから、コロナ明けたんですけども、全然行ってなくてですね。特に今、仕事関係じゃ国内の仕事の方が多くて、なかなかその、ヨーロッパと日本をつなぐような仕事が、まだ来ないのが実態です。今だってロシアの上飛べないんでしょ？どっか、北回り？北回りみたいです。か、アンカレージから行くんですか？南から行くの？どっちから行くんですか？両方あると思いますけど、私の聞いた、私の知ってる人、聞いた話ですと、なんか、北回りで行って、20時間ぐらいかか、20時間だと、なんか、えらいかかる。すごいかかりますね。昔はシベリアの上を飛べて、ね、すごいね。ね、短くなったんで ね、 ね。そういうあれですか。あんまり、苦痛じゃなかったですけどね、うん、次、無茶ぶりの話じゃなくて、なんで日米メディアは、異常なトランプ下げ、カマラ上げ、するのかっていうのを、はい、ぜひ平井さんに聞いてくれっていう、また無茶ぶり P なんでぜひお願いします。いやいや、平井さんの解説を。いやいやいや、私はあれですけど、私のこの本当に知見ですけどね、うん、アメリカのメディアっていうのは日本のその放送メディアのようにですね、まあ、公正中立とかいうこの有名無実な建前はなくて、立ち位置がはっきりしてますよね。例えば保守派だったら FOX だとか、うん、から左だったらどうでしょう、 CNN とかニューヨークタイムズとか、うん、ね、ああいったところが、まあ、自分はどっち側の立ち位置で、報道してるってのははっきりしてますから、うんうん、でほとんど私にアメリカのメディアって左が多いと思ってるんですよね、うんうん、なので左側のメディアが左の候補のカマラ・ハリスを挙げて、うん、まあ、トランプさん
はね、やっぱり、なんていうんですか、彼らにとっては敵なわけですから、うん、ディスるという流れがずっと続いてるように思いますけどね。うんうん、まあ、日本もそうすべきだと思ってるんです。日本は、建前は公平なんですよ。そうそう。建前はそうなんですけど。まあ、嘘ですけどね。ね、うん、やっぱり、A 新聞とか M 新聞みたいですね。朝日でしょ？そうそうそう。朝日とか毎日とか、ね。毎日は、東京新聞。東京新聞とかね。思いっきり左に寄せてんじゃないですか。そうそう。そうなんですよね。まあ、あと NHK も左かな。NHK もかなりバイアスかけてますよね、左にね。うん、でそれをあたかも中立だって言って放送するもんだから、日本の地上波しか見ない人たちはそういうもんだと思ってるんでしょうね。うん、朝日なんかはね、ニューヨークタイムズとね、年中ね、そこのばっかりね、報道するしね、引っ張ってきてね。そうですね。うん、そこだと思います。私はもう、そういうね、変な建前、日本もね、そんな変な建前やめちゃって、朝日はもう、いや、うちはあの、左翼新聞ですからって書いた方がいいと思いますけどね。うん、みんな分かってるのにね。ねえ、そうです。まあ、アメリカもそういうことで、あと、なんで日米メディアはっていう設問なんですけど、日本のメディアの提携先を調べてみると、アメリカって左だよって言われてるメディアと提携してるところが多いの、ね、多いですね、うん。だからだと思います。うん。うん、あと、日本の CNN はよくやるんだけど、FOX テレビあんまりやんないしね。あ、そうですね。日本ででも今は衛星放送入ってる人は、あの、普通に FOX テレビも契約で入ってくるんですけどね。だから CNN も FOX テレビも全部見られるんですよね。なるほど。うん、私は海外のやつで、うちで衛星入ってるんだけど、その時にパッケージがあってて CNN、FOX と BBC が入ってるんですよね。はい、これぐらい、この3つ見てればまあ大体いいんじゃないなっていつも思ってるんですけどね。うん、だからそれで日本でも見られますよね、今はね。ちなみに言うともう今スマホの中でもみんな見られるから、これで見ちゃえばそれっきりですけどね。あ、そうですね。見てね。で、どちらかというと、スマホとか YouTube ですと、全部聞き取れなくても、下にキャプション、キーがあるでしょ、はい、あれで見ればわかりますからね。あ、なるほど。なるべくそういうんで見れば、アメリカの状況はわかりますけどね、今はね。はい、というので、そろそろこれで終わりで、無茶ぶり P が、はい、無茶ぶり P が本当に無茶な質問をしていただきまして、ギデイさんは的確にお答えしていただいたと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。思わぬ逆風、アメリカ大統領選で政治問題化、日本製鉄老組との溝を埋まらずなんて記事を書いてたんですけど、これはない、知事がいや全然分かってないじゃないのと、どこがどういうふうに分かってない、はい、じゃあちょっとお話をじゃあしていきたいと思います。